走る、飛ぶ、投げる、空中の格闘技ハンドボールが今面白い。オルト産業プレゼンツ、レビタンのレッツハンドボール。はい、皆さんこんにちは、ハンドボーラーのレミタンです。初めてのハンドボールの番組ということで、僕もテンションが上がってるわけですけれども、今回はこちらの皆さん、兵庫県は、向こう側女子大学の皆さんに協力をいただきながら、ハンドボールの魅力をたっぷり皆さんに伝えていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ナイス、元気最高今回は教えてレミタン、選手たちのお悩みにお答えします。今回はどんなお悩みでしょうか。ループシュートのバリエーションを増やしたくて、会場が沸くようなシュートとかを教えてもらえたらなって思います。なるほど、お任せください。それでは早速やっていきましょう。ループシュートは前に出てくるキーパーに対してボールを浮かせて入れるシュート。ループシュートを見せてもらっていいですか。はい、あ、なるほど。今見てるとループなんだけど、どちらかというとこう全然悪いわけではなくて、投げてふわっとしてる感じでループ打ってるんですね。それをキーパーがこうビクッとするような、あ、これ打ってくるなっていう仕草を見せて押し出すようなイメージで最後手首を抜く。手首で最後柔らかく締めてあげることでゴールの中に収まる。レミさんのお手本です。押してこう、そうそうそう、しっかりこう入れて抜いてあげる難しいよね難しいよね、映えるシュートってそういうことなんですよさあどうでしょうか。おーおー、でもそんな感じ、そんな感じ、イメージとしてはそんな感じ。さらに上級者向けのループシュート、いやー難しそう。こんなループどうですか、映えそうですか映えてます。はい、手首でこう返してあげる、こっちからこう返すようなイメージ。その練習方法がで、ここから体勢を作ってこう打つ、これが練習方法ですひっくり返して投げるあ、でもそう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 、手の力だけじゃなくて背中が起き上がる勢いも一緒に使って投げる。そう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 。でもさっき教えた押し出しの投げ方が今できてる。これで、そう、これさっきの普通のループの時の投げ方、それまさかのまさかの違う結果が出てしまった実際にやってみてどうでした。すごい難しかったんですけど、試合でも使ってみたいなって思います、うん、そうですね。ただただこう映えるだけではなくて、キーパーもすごく騙されるし、皆さんも、たくさん練習してみてください。レッツハンドボール。オルト産業、大島製作所はハンドボールを応援しています。